保護士は保護司法、公正保護法に基づき、法務大臣から移植を受けた、非常勤の国家公務員で犯罪や非行に陥った人の厚正を任務とする。法務省所管の地方支分部局であり、各都道府県庁所在地に置かれた保護観察所の庁の指揮下に職務を行う。身分は国家公務員であるが、報給は支払われないためボランティアである。厚正保護法では、 保護観察官で十分でないところを補うとされているが、保護観察官の人数が絶対的に不足していることから、公正を支援する活動の担い手は、保護観察官より保護士が主となっているとの指摘も一部にある。また、公正保護は国の刑事政策の一環なのに、その相当部分を民間の特殊化が担っている。そこに政策の矛盾はないかという指摘もある。 こうした構成を手助けする公的なボランティア制度は日本発祥の制度でありフィリピンなどにも制度が輸出されている。保護士の任期は2年で再選を妨げない。全国に約4万8000人の保護士がいるものの、なり手の減少や高齢化、女性の比率の増加が顕著である。保護士は各保護区ごとに定員がある。保護士は 以下の要件すべてを満たすものの中から各保護区の保護士、選考会の意見を聞いた上で、保護観察所長が推薦したもののうちから、法務大臣が移植する。法務大臣は、この移植を地方公正保護委員会の委員長に委任することができる。ただし、以下のいずれかに該当するものは、保護士になることができない。なお青年非公権人または、 被保佐人を結核条項とする規定については、令和元年6月14日に交付された、青年飛行権人等の権利の制限にかかる、措置の適正化等を図るための関係法律の整備に、関する法律によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。法務大臣は、保護士が、 結核に該当するに至ったときは、会食しなければならない。また、法務大臣は保護士が、以下に該当するに至ったときは、保護観察所の長の申し出に基づいて、これを会食することができる。保護観察所長は、この申し出をしようとするときは、あらかじめ、保護士選考会の意見を聞かなければならない。金庫以上の刑に処せられた者の,の結核を除き、会食は当該保護士に、 会食の理由が説明され、かつ弁明の機会が与えられた後でなければ、行うことができない。保護士が年々高齢化しているため、若返りを図る目的で、法務省は2004年以降76歳以上の、ものへの再移植はしないことを決めた。そのため、大量に退任者が出ることとなったため、人材難が有料されている。平均年齢は64.7歳。 地域の警察署や公共団体が推薦をすることもあるが多くは保護士自身の人脈によって候補者を探し出しているため人材を発掘するための方策が模索されている。現状では地方議会議員、宗教家、自営業者、公務員経験者といった様々な分野の人が保護士として活動している。 保護士は保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、以下の事務であって、当該保護観察所の所長に属する者に従事するものとする。また地方公正保護委員会または保護観察所の長から指定を受けて、当該地方公正保護委員会または保護観察所の所長に属する事務に従事する。犯罪や非行に陥った者が、 保護観察を受けることになると、その期間中、保護観察所の保護観察官とともに、対象者と面接して、生活状況を調査し、保護観察中に決められた約束時を守るように指導し、生活相談など、社会復帰への手助けをする。また、刑務所や少年院などの強制施設に入っているものについて、釈放後の基準先が構成のために適当かどうかを調査し、 その環境を調整する。委員は、地方裁判所長、家庭裁判所長、県事制、弁護士会長、共生施設の長の代表、保護士代表、都道府県公安委員会委員長、都道府県教育委員会委員長、地方社会福祉審議会委員長、地方労働審議会会長、学識経験者から13人以内が、法務大臣から委嘱されて組織される。 保護観察所の長の指紋に応じて保護士の移植及び会食に関する意見を述べる。また保護区及び保護士の定数、保護士の人材確保その他保護士活動の充実強化に、関し保護観察所の長の指紋に応じて意見を述べることができる。保護士の推薦は保護観察所の長が保護士候補者推薦名簿を作成し、地方公正保護委員会を経由して、 法務大臣に提出して行うものとする。保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。また保護司会は、都道府県ごとに保護司会連合会を組織する。保護司会または保護司会連合会は、以下の事務を行うことを任務とする。ありがとうございます。